タープラネットの柳津です。ベースプラネットの工藤です。先日ですね、はい、工藤さんと一緒に1954のセブンティーズアニバーサリーご紹介したと思うんですけど。しましたね。はい、サウンド覚えてますか？なんとなく。なんとなく。今回はですね、はい、まあ、皆様に1954の魅力をもう少し伝えたいなと思って、うん、ちょっと近しいスペックのものを今回ご用意させていただきました。なんか似たようなのがありますね、日本。そうですね。工藤さん、どっちが54か分かります？どっちでしたっけ？特徴を思い出してください。なんだっけ、なんか白い、そう、パーツが白いとかなんとか。あ、素材が違うんですよね。あー、ベークライト製のものを使っていて、ピックアップのこのカバーがちょっとエッジが丸くなっているとかっていう話をしたんですけれども、まあ、こっちなんですよ。あ、そうだそうだ、はい、そのじゃあベイクライトですね。そうなんです。この左側にあるこちらはじゃあ何なのかっていう話なんですけれども、はい、こちらは、まあ、年式っていうよりかは、まあ、あのピックアップがメインディッシュのギターで、名前がレッドホットストラトキャスターっていうギターです。だからどこぞの某有名なバンドみたいな響きですけどこのレッドホットっていうのが、まあ、ピックアップの名前でして。あ、なるほど、はい、あの別にんっちりとかじゃないですよ、うん、っちりのネットとかじゃないですよあのピックアップが、まあ、デイル・ウィルソンが、まあ、あの開発したものでして、うん、通常の50年代の、まあ、ピックアップよりも、うん、ターン数を多く巻いたのがまあ特徴で、はあはあ、はい、で結構パワーあるピックアップなんですよね。まあ、そういうことですよね、はい、数増えてるなら。そうなんです、うん、で、まあ、今回、まあ、その54年製と、まあ、こういうちょっとパワー重視な、まあ、レッドホットストラトと比較して、うん、まあ、あのどれぐらい違いがあるのかっていう、実はあのボディ材は一緒なんですよ。なるほど、はい、同じアッシュボディでネックはメープル、シバもメープル、うん、っていうスペックなので、うん、まあ、54のちょっとなんか上品なふくよかなアコースティック感のあるサウンドは、まあ、どういうサウンドなのかっていうのを皆様にお届けしたいと思います。それではまずレッドホットストラトキャスターから音出していきます。セレクターポジションはフロント側とリア側で出していきます。続いて1954ストラトキャスター鳴らしていきます。続いてドライブサウンドを出していきます。Thank you.
ちょっと弾いてみましたけれども、はい、黒さんどうでしたか、聞いてみて。そうですね、まあやっぱこう系統自体は多分同じギターだと思うので、こう、まあ、音色の、ね、はい、音色の方向性は近しいので、はい、うん、ちょっと普段ギター触らない分そんなにうわ違うってのはあんまなかったですけど、ただやっぱこう太さというかパワー感はやっぱりちょっと違いましたかね、はい、どっちの方がやっぱり感じました？あのなんだっけ、レッドホット、こう、はい、太い感じというか、うん、うん、パワー出てる感じはしましたかね、はい、こっちは結構もうもっと上品な感じ出ますよね、紅葉の方は。それも結構パワーある方なんじゃないですか。あ、まあそうですね、うん、まあ、感じ方皆様それぞれなんですけれども、うん、一応あのこちらのハンドワイドの合用ピックアップにはアルニコ5よりかは磁力を落としたアルニコ3を採用しているので、うん、ちょっとパワー感を落としてるんですよ、うん、でもまあ、おっしゃる通りやっぱりネックも厚みのあるネックシェイプなので低音の鳴りはすごく綺麗なのかなって思います。うん、あ、そういう意味での商品ですね、はい。まあ、レッドホットは逆に、うん、そのパワー重視で結構前に出てくれるようなサウンドなので、まあ、ドライブに合わせるのがやっぱりぴったりなのかなって思いました、うん、でネックシェイプも、まあ、54年モデルよりかはちょっとスリムな感じなので、ネックシェイプは確かゴーキュン D シェイプだったと思うんですけれども、うん、まあ、なので、まあ、リード弾きとかにも使っていただけるようなギターだと思います。はい、今日ご紹介したギターが気になった方は当店ギタープラネットのホームページをチェックしてください。動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。